ジョナサン・コゾル、ジョナサン・コゾルは、アメリカ合衆国ボストン生まれの教育者、ノンフィクション作家、社会活動家である。アメリカ合衆国の公教育をテーマにした著述でよく知られている。彼は、ハーバード大学で英文学を専攻し、最優秀で卒業し、ローズ小学生に選ばれて、イギリスのオックスフォード大学のマグダレンカレッジに学んだ。ただし、彼は、 ローズ小学生に定められた期間を全うせず、パリに移って、小説を書くことにした。彼は、パリに4年間いて、そこで、小説、ザ・フューム・オブ・ポピーズを執筆した。これは刊行されている彼の唯一の小説になる。この時期、彼は、ウィリアム・スタイロンと面識を持っている。彼の影響もあって、コゾルはアメリカに帰国し、ロストンの小学校で教師になろうと思うようになる。 1964年と1965年のアメリカの公民権運動のキャンペーンの余韻の中で、彼はハーバードスクエアからボストンに隣接した黒人の最貧民地区に赴き、ボストン私立学校の中での第4ランクの教師になった。彼が一躍時の人となり、ボストンの公民権運動の中心人物になるのは、彼が受け持ちクラスでラングストン。 ヒューズの死を朗読したことを理由に、ボストン私立学校から解雇されてから後のことである。解雇の後、彼はニュートン私立学校から教師のポストの提供を受けた。ここは彼自身が子供時代に通った学校で、後に社会的な正義の問題に、彼が深く関わりを持つようになるまでの数年間、彼はここで教鞭を取り、 より執筆に時間を割かねばならなくなるまで在職した。彼の最初のノンフィクション、死を急ぐ幼き魂は、ボストンの公立小学校で教師になった最初の一年について書いたものである。1967年に出版され、1968年全米図書賞を受賞した。この本はアメリカとヨーロッパで200万部以上の売れ行きを記録している。 コゾルのその他の本の中に家のない家族がある。これは1983年ロバート F ・ケネリ出版賞を受賞し、アメリカジャーナリスト、著作家協会からメディアの良心賞を受賞。また、野蛮なる不平等は1992年にニューイングランド出版賞を勝ち取り、全米書評家協会賞の最終候補にまで残った。彼の1995年の本。 アメリカの人種隔離の現在、ニューヨークブロンクスの子供たちは、ニューヨークのサウスブロンクス、アメリカ合衆国の最も貧しい会員選挙区の、ルポルタージュである。この本は、1996年にアニスフィールド・ウルフ、出版賞に輝いた。これは、かつては、ラングストン、ヒューズや、マーチン・ルー・サー・キング・ジュニアにも与えられた賞である。ありがとうございます。